たちに初めて会ったのがこの森だったね。なかなか居心地の良い落ち着いた空間じゃな。でしょ、自慢の隠れ家だよ。ここを拠点にいろんな冒険をしたんだよね。そうじゃ、そういえばお主ら故郷には遺跡があると言っておったな。うん、空剣島はあちこちにクリント王国時代の遺跡があるんだ。なあ、少し案内してくれんか。興味あるの？ソウハシ族は基本的に風跡から離れんからな。人間の文化には学術的に興味がある。なら今は里から出ていいのかという話になるが。細かいことは気にするでない。カラさんがそう言うならもちろんいいよ。久しぶりに僕らも見て回りたいしね。